の子卵を抱えてる。だから違う。有害動物は産卵するためにまずメスの個体を減らすのがセオリーです。我々はそれを駆除しなければならない。私たちはいつだって家族を犠牲にしてきました。自分たちの任務の重要さを押し付けて、もう本当にそれでいいんでしょうか。副隊長は怪獣と向き合うとき、どういう基準でこれは正しいとお決めになりますか。犠牲者は出さない。判断の基準はその一点。もし今地球の未来がなくなろうとしても、誰かも助ける強さを持っていられるか。でも一人では動けない時あるよ。だから僕たちを信じて掴もう。友よ、いざユナイト。星の彼方に舞い上がれ。第一ケリを大空で、向こうへと声を重ねて、そっちはどう？みちるも元気にしてる？元気！あのね、今お父さんとキャンプ来てる。楽しそう。お母さんも来られたら最高なのに、うん、お母さんもそっちに飛んでいきたい。もう行くね。お母さん怪我とかしちゃダメだよ。あなたたちも気をつけてね。大丈夫、こっちは全然怪獣出ないもん。じゃあね。チャットですか、娘さんと。まだ作業中なの？屋上で宇宙の声を。お母さんの宇宙電波受信機。ありがとう。カナダでしたっけ、副隊長のご家族。まだ怪獣が出てない地域だからって旦那がね。ジオの副隊長でなければ一緒に移住しましたか？そうね。大地、起きろ、大地。怪獣？宇宙人？そうじゃない。これを聞いてみろ。お。普通の宇宙電波じゃなさそうだ。解析してみたらどうだ？だね。解析します。エリア T1 地下駐車場に未確認生命が群れで出現。解析中。体長2メートル前後。ファインズ2、第一、現場に出ろ。アスナ、カイト、渡る。第一の分析待って、必要ならこれを攻撃。了解。今回は私も行きます。頼む。
つは地球の生き物じゃないな。宇宙から飛来してきたのか。地球の何がこいつらを引き寄せてるんだろう。生命体の恐怖を餌にするスペースビーストの話は聞いたことがある。スペースビースト。大地。大丈夫。いつもごめん。見た目最悪だけど、この生物は駆除捕獲。攻撃と捕食しか探知できない。仕方ない。大地から駆除判断が出ました。民間人を発見。保護に向かいます。大丈夫ですか。しっかり。大丈夫ですか。しっかりして。聞こえますか。今話せない。話せなかったらお姉ちゃんが死んじゃう。怪獣、湖からいきなり怪獣が出てきて、カヌーが飛んできて、お姉ちゃんの頭に当たって。お父さんは水汲みに行って戻ってこない。電話にも出ないの。怪我したの。血が出てる。出てない。息はしてるよね。してる。みちる、よく聞いて。お姉ちゃんは今仰向け。うん。ならもし吐いたりしても息ができるように、お顔を右に向けて。うん。声が聞こえてた気がしたの。よし、ここを離れるよ。おいで。
もう一度再生します。死ぬ。巨人はこの後カナダでベムラーを倒して消え去ったようです。カナダ？なんでいきなりカナダ？私は未熟だから。処分してください。副隊長の立場にありながら私は命ぜられた現場を離れ自分の娘の元に向かいました。待て、話が見えない。この巨人は私です。副隊長がウルトラマンに変身したってこと？マジで？選ばれたということか。それにトーマカイト、彼らの世界では彼らがウルトラマンに変身してた。だとしたら同じように私たちの世界にも X に変身して戦ってくれてる誰かがいるはず。それは分かっていました。けれど私自身がそうなるだなんて思いもしなかった。理由は分かりません。気づいたら私は変身していた。そして自分の娘を助けるためにカナダまで飛んだ。はい。任務遂行中に独断で現場を離れるなど許されない命令違反です。待ってください、娘さんは助かったんですか？逃げ遅れていた女性もあの巨人が病院に降ろしてくれたおかげで一命を取り留めました。俺たちも全員無事です。なら何が問題なんですか？次に同じことが起こっても同じことをする、そういう顔だ。おそらく次もその次も何十回でも私は命令より娘を守ることを優先し、今は副隊長の職務を全うできません。失礼します。副隊長！何も言うな。でも突然ウルトラマンになったんだ、冷静でいられるか？ウルトラマンになった時どんな気持ちでしたか？やるべきことがある、できることがある、そんな確信だけ抱えてた気がする。ウルトラマンになるってその使命を背負うことなのかもしれない。でもそれは人として生きることも同じね。お母さん、もうお姉ちゃん元気になったよ。うん、もう全然大丈夫。ごめん、娘たちから。君に戦いを強いたのは私だ。君には辛いことの連続だったのな。君のおかげで怪獣との共存って夢と向き合えてる。よし、行くぞ。ユナイテッド。
謹慎です。また任務を離れます。立花！諦めるな。あのウルトラマンがそう言ったの。なぜかな。あなたに伝えろとそう言われた気がする。俺にですか。ごめん、意味わかんないね。
ただこれだけは言える。私はウルトラマンとつながりを持った。一瞬だったけど、その絆は確かに存在したし、遠い国にいる子供たちとも確かにつながってる。だから俺と父さんや母さんとの絆は消えていない。なんかウルトラマンに励まされてる気がします。実際そうだもの。今は力は消えたみたいだけど、私はたった一日だけウルトラマンだったのよ。名前なんていうのかな、あのウルトラマン。絆、ネクサス。ウルトラマンネクサス。ノイズの解析を終了しました。再生します。大地、お母さんの声が聞こえますか？大地、大地、お母さんの声が聞こえますか？今回の怪獣はこれだ。ベムラー解説中。ベムラーは凶暴な宇宙怪獣だけど、突然現れたウルトラマンが倒してくれたんだ。そしてこれがそのウルトラマンネクサスのカードだ。立花副隊長に光を授けてくれたネクサス。異空間を作り出して戦うなど、神秘の力に満ちたウルトラマンだったな。次回も見てくれよな。15年前、X が太陽に突き落とした宇宙の脅威。その悪夢の存在が復活し、地球へ襲来した。生命を無に返す強敵を前に、ジオが、そして地球が最大の危機に直面する。次回、ウルトラマン X 美しき終焉。